トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。小林厩舎のロケーションです。東京都板橋区にあって、さらに高台、さらにビルの屋上にあって、見晴らしが素晴らしいです。まあ360度、この建物よりも高いというのはほんの少ししかありません。素晴らしいロケーションの位置の厩舎になります。選手場と厩舎の外観です。選手場と厩舎は分離のためにオスとメスが分かれるように、厩舎の真ん中にスライドの扉がついてます。通常はそのスライドの扉は取り外して一つの厩舎として使っているそうです。で、分離が必要な時になりますと、その扉を出してオスとメスを分けるというような仕組みになってます。餌は東割県産の B、はい、黒 B というやつを使っているとおっしゃってましたね、はい、大麦が入っている割と軽い餌というふうに聞いてるんですけども、 それがお気に入りですか。はい、トウモコシの大きいのが好きなんです。ああそれと作質もすごいですね。一番子しか取らない。はい増えちゃうから一番子だけっていうのはまた極端ですね。すごいですね、やっぱりそれにする理由っていうのは何か終わりなんですか。いや、やっぱり端数があまり多くなっても管理しきれなくなっちゃうから。よく飛んでる鳥の兄弟いっぱい欲しいなって揃えるじゃないですか。ないですねそういうことはない。はい、あとのレース前なんですけども、はい、なんか特殊なものをあげてます。いや、餌が黒 B で、例えばビタミン剤とか興奮剤とか。あまりやりません。ビタミン剤興奮剤とか、はい、やらないです。あ、そうですか、はい、ただ消毒、訓練から帰ってたら消毒というか菌を取る抗生剤を飲水器に入れておくと。いや、ヨード鎮器です。ヨード鎮器、はい、ヨード鎮器を飲水器に入れておく、はい、特に抗生剤を飲水器に入れるとか。あ、しないです。あ、しないですか、はい、それで病気とは特に出ないですね。出ない。あとはたまにトリコと、はい、サルモネラの薬ですか。たまにっていうと年に1回とか2回とか。シーズンの間に1回ですね。シーズンの間に1回、はい、そう、年に2回っていうこと。そうですね。そうですか。じゃあ特に薬には頼らずに、あまり頼りません。症状が出たら太田先生のとこ行って、はい、分けていただいて。ああ、もう同じ連合会に大先生がいますんだね、獣医さんがね、だからこういう状態ですからっつって薬分けてもらって。じゃああまり薬漬けじゃなくて。そうですね、あんまり好きじゃないですね。栄養剤漬けじゃなくて。はい、栄養剤はほとんどあげません。わかりました、ありがとうございます、はい、種場と厩舎です。種場と厩舎は全部で3坪の広さがあります。それを分離することが可能のように 1.5 坪ずつ分かれるように真ん中に金網のドアが取り付けてあります。今年の配合は37ペアということなんで、1回の作室でもう80羽近く取れますね。特に友人から頼まれない限りはそれで作室が終わってしまうと。なんかもったいないみたいですね。この鳩が東京西クレジナル総合2位の鳩ですね、はい、ペンシルブルーのオスですか。そうですね、オスです。どんな羽をされたのか。昔はよくこうやって羽を見させてもらって、絵がいいとか、わかんないですねこれはね、オス親がジュンヌペーレンで、連合会の名球賞を取ってるんですよ。ボディサイズはどうですか。中ですね。中ぐらいですか。はい、ちょっと目を刺してみます。垣目、垣目ですね。結構明るい垣目ですね、
おじまりも素晴らしくて、一枚小判という感じですね。この後、この鳩をつかましていただいて、私の感触では中のちょっと大きいぐらい、骨格のしっかりしていて、すっごい軽い鳩です。この鳩をつかんでみたら、ああ、うちの鳩とは、ずいぶん違うな。この鳩にはちょっと勝てないな、という感触を得ました。ハイゴマの巣、東京西区ナショナルレース、総合2位です。いや、これも、人目ですね。人目、明るい目ですね、やっぱりスピードタイプの感じがするな。うちの暗い目とは違う。いや、素晴らしい。500キロ総合2位の鳥の羽のキレもすごかったんですけども、この600キロのこの羽のキレはものすごいですね。自分のうちの厩舎の鳥と比較して、これだけ9枚目、8枚目、7枚目、キレのすごい鳩はうちにはいません。やはり総合上位に来るような鳩は、一味も二味も違います。今回500キロ、600キロ、総合2位の鳩を見せていただいて、この2羽に共通している点は、骨格がすごいしっかりしてますね。もう掴んでもガシッっていう感じ。ボディの大きさの割に鳥が軽いです。こんな軽いくてがっしりしたボディの鳥、素晴らしい鳥だなというのを感じました。こういう鳥がいるとレースも楽しいですね。本日お忙しい中、詳しいご説明いただきありがとうございました。今回のお話を聞いて、小林厩舎に少しでも近づけるように飼育いろいろ工夫していきたいと思います。これからもご指導よろしくお願いします。ありがとうございました。次の800キロレースも好成績期待しております。ありがとうございました。